この番組は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。走れ光圀社長。天然もろこし完全復活、今夜は後半戦をお届け。何が一番大変やったんですか。でもいや、もう治療のしんどさはもう抗がん剤がやっぱりめっちゃイメージ悪いとは思いますけど、しんどかったです。でも昔のイメージやったら、私もずっと入院して半年間ずっとこう点滴なんかなみたいなイメージやったんですけど、もう今はそのね、抗がん剤を開発っていうよりは副作用を抑える薬がすごい開発されていて、進歩してるんですね。めちゃくちゃ進歩してますよ。で、3週間に1回私の場合は抗がん剤を打つんですよ。でもやっぱ時間経つと抜けてくるんですよ、抗がん剤が、うんうん、だから残りの1週間はマシなんですよ。めっちゃ食べれたりするっていう、それの繰り返しです。で、明日抗がん剤かって思ったら、もうその前日にもう焼肉とか食べて、明日から食べられへんわ。もう分かってるから。そうです。抗がん剤って何か分かってないんやけど、うん、点滴とかなん？いろいろあんねん、まあ、飲むもある。飲み薬飲むもあるし、私の場合は点滴。だそう、がんの程度にもよっていろいろと処方変わるという。そう、そうです、そうです。昔ほど恐れることじゃないかなって今聞いたら、うん、こんな番組でした、これ。これは今日勉強だ。まあ今日ね、これ治療長い期間ねあったわけですけども、はい、これ家族とかね、この芸人さん皆さんの方からどんなサポートがありましたか。私だから当時2歳の子供がいて、うん、まあ、今4歳ぐらいになりますけども、育児しながら抗がん剤しながらみたいな。ただでさえ育児大変な時やもんね。そうです、そうです。で、一応ね、2歳の子供にも言ってみたんですよ。ママちょっと病気になってみたいな、抱っことかちょっとできないかもみたいな、なったら2歳の子がね、そこからピタって抱っこをせがまなくなった。うわ、すごっ。2歳でしょ、しっかりしてる。そうで、ママ痛いって聞いてくれたりするんですよ。で、まあ、ママ長いじゃないですか、うんうん、2歳もだんだん大きくなって3歳とかなって、うん、まだ治らんのとか言い出すの。長いなもう今や飛び乗ってきたりしますけどね。もうね、あの手術の後もだいぶマシになってきたので。もう関根ちゃんもピンで頑張ってたもんね、その間ずっとね。そうそう、その話もだから聞きたくて。やってたよね、一緒に舞台も出てたけど。一人でやってたんです。どんなネタをしてたんですか。いや、もう本当に天然もろこしの上山さんがいない。いない。お元気の方は多分お気づきなんですけど、まるまるコンビのネタを一人でやるという手法を取りまして。それででも場所を守ってくれてた。いやいや、それはもうちゃんと天然もろこしというね、看板を掲げてやってたんですよ。そうですよ、活動してくれてた。ネタやりたくって。あ、そうそうやな。そう、お笑いやろうぜ。お笑いやろうぜ、お笑いやろうぜ思ったので、はい、ちょっとやらせてもらって。いや、いいですよ。いいですか。とりあえずじゃあ、旧天然もろこしのネタをまず今、はい、見ていただいてもよろしいですか。はい、田舎のさびれた旅館にある UFO キャッチャーのアームの弱さ。てて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 、ワン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 。ありがとうございます。すいません。新天然もろこしの方のまたやらせてもらいます。てて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 、てワン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 。おいしょ。ワン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 。ちょっと待ってください。どういう種類の笑いだ。びっくりするわ。いやいやいや、これが一緒やなと思ったら急にもう。こうなんだめて。そうそうそう。なんでかテンパになって。そうなんですよ。これね、抗がん剤あるあるらしくて、抜けた人の最初はこんなタイプで生えてくることが多いらしくて。いや、抗がん剤あるあるって別に笑いならないやろ。でね、コラボネタやった覚えてます。いや、ありました、やりました。天然もろこし、これ前のね、この出てもらった回の時に。そう、新天然もろこしと光圀さんのコラボやりたいんで。私ね、ホラガイを
吹くんですけど、やっぱ休養してるとね、はい、肺活量がちょっと減っちゃって、はい、ならなくなったんですよで私たち漫才始まって吹く真似するんで、そこでぽい音鳴らしてください。多分地上波でやることじゃないと思う。ほんまですか。どうもどうも、天然もろこしです。こちらが幸せが来るホラガイと言われております。ホラガイあんな音か。完璧でしたね。天然もろし復帰おめでとう。ありがとうございます。頑張っていこう。よろしくお願いします。これからも5000よろしくお願いします。お願いします。